シーハシ・ソウスケ明治37年2月5日は、明治時代の日本の政治家、大公村長、神奈川県会議員などを務めた、武蔵国吉次郡豆戸村に生まれる。シーハシ家は、官方年間に没死したとされる39老を初代と、する旧家である。シーハシや七代目にあたるソウスケは、安政三年1月2日、父、中米より家督を相続し、 幕末から明治にかけて、豆戸村の名主及び個長を務めたほか、その後も、対抗村会議員、対抗村長を務めた。明治12年には、県会の設置に伴う神奈川県発の、県会議員選挙に出馬し当選。以後も、明治14年、明治17年、明治20年の改選に連続して当選し、明治21年1月の県会解散に至るまで、9年。 一ヶ月にわたって在職、初期の神奈川県会を担った。明治22年に大日本帝国憲法が発布されると、国会開設、初の衆議院議員選挙に備え、自由民権運動各派による大同団結の機運が高まった。神奈川県においては、前の神奈川県令であった中島信之を監督とした全県的大組織、神奈川県クラブが結成され、 宗助も常議員として、これに参画した。このほか明治期における、横浜港からアメリカへ向けた茶の輸出の活況を、背景に、神奈川県、武蔵国吉次軍茶業組合が結成された、際の資料には、茶製造人、茶商人総代として、宗助らの名があり、組合結成の中心になったとみられている。ありがとうございます。